YouTube をご覧の皆様、こんにちは。フレックスハイエース南大阪店営業三つだけです。本日ご紹介させていただきますお車、こちらになります。はい、こちらの車、新車ハイエース版スーパージールダークプライム2ディーゼル肉の車、ご紹介させていただきます。で、じゃあ早速メーカーオプション、カスタム等含めてご紹介させていただきます。まずメーカーオプションからご説明させていただきます。まずこちらですね、四角のものがトヨタセーフティセンスで、そこのすぐ下パノラミックビューモニターのカメラで、フロント4点でインテリジェントクレランソナーのセンサーと、LED ヘッドライトとなっております。で、フレックスカスタムなんですけれども、一番下こちら見ていただくと、こちらがフレックスオリジナルのフロントスポイラー、こちら取り付けしております。で、こちらのお車、1.5 インチローダウン施工済みとなっております。で、1.5 インチプラスとフレックスオリジナルのオーバーフェンダーつけているので、1.5 インチ以上下がった見た目になっております。で、タイヤホイールがグッドイヤーなスカータイヤとフレックスオリジナルのデルフ02 17インチのセットを取り付けしております。で、リア周りもメーカーオプションからご説明させていただきます。一番上、まずこちらがデジタルインナーミラーのカメラとなっております。で、リアバンパーにも4点インテリジェントクレーランソナーのセンサーついております。で、こちらがフレックスオリジナルのきらめきテールランプですね。で、こちらの車、ダークプライム2になりますので、屋根であったりサイドピラー、トリム、シートベルト等がもうすべて黒色で統一されております。で、ハイエース版になりますので、荷室の量がこんだけ荷物乗せていただくことができます。で、リアゲートにイージークローザーついているので、力なく女性の方でも閉めていただけると思います。で、こちらのお車、両側、パワースライドドアのお車となっております。で、ダークプライム2専用のハーフレザーシートが、2列目と運転席、助手席、ハーフレザーシートとなっております。で、フロントのナビ、カロッツリア製の7インチナビとなっております。で、バック入れるとバックモニターとパノラミックビューモニターの映像も映し出すようにしております。で、こちらがデジタルインナーミラーとなっております。はい、いかがでしたでしょうか。ディーゼル肉ブラックのライトカスタムのお車、南大阪店入庫してきましたので、気になりました方はぜひ私南大阪店の三つだけまで、ご来場お問い合わせのご連絡お待ちしております。では、今回はこちらで以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。